ックマンのゲームデザイナーの岩谷徹です。そうですね、まずプレイヤーのことだけを考えます。で、プレイヤーが面白いと思うことを常に考えてインスピレーションを働かせます。自分が楽しいということは後回しです。プレイヤーのことだけ考えて作ってます。パックマンっていうのはパクパクっていうのは日本で食べるときにパクパクっていう擬音を発します。擬音を発するというか食べることをパクパクと言います。そこからパックマンという名前にしました。ですね、パックマンを考えた時は、当時のアーケードゲームのスペースでは男性がプレイをしていて、エイリアンを殺せというような殺伐としたゲームしかありませんでした。そのため女性が楽しく遊べるビデオゲームを作れば、アーケードゲームセンターも華やいで、カップルや、女性客も来るだろうと女性をターゲットに考え始めました。で、女性をターゲットに考えた時に昼食にピザを取って、ピザを食べた時に一辺を取った残りの形がちょうどパックマンの形になってたんです。そこで、そうだ、この形で食べるというゲームを作ろうというふうに思いついたんです。ですから、ピザの話は本当です。このちょうどこのぐらいの、本当まさにこのぐらい。敵として、ゴーストを思いつきました。で、ゴーストは4色のカラフルな色を持って、女性も可愛いというような、 敵でも憎めない、そういうゲームにステップアップしました。一番エキサイティングなのはパックマンに、モンスターに追っかけられている立場からパワークッキーを食べるとパックマンが強くなって逆にモンスターを追いかけて食べられる、この逆転のアイデアが一番面白いと。パックマンは食べるゲームですので、非常に簡単なゴッンっていう音とか、それからワク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 っていう音とか、非常にシンプルな音で構成しました。ですからシンプルな音階ですので人の耳に残ったと思います。で、携帯でパックマンがヒットしているのは4方向のボタンだけで遊べるシンプルなゲーム性が今でも通用するということの証明だと思います。時代とともにキャラクターが変わっていくのはよくあることだと思います。それよりもパックマン自体が時間とともに成長しているんです。ですから成長の過程でキャラクターが変化していくのは当然のことなんです。パックマンを作っていた当時は性能が低かったので表現する内容が図らずもシンプルになってしまいました。でもそのシンプルさこそがプレイヤーにちょうどぴったりと合ってたんです。ですから今でもプレイして楽しいのはプレイヤーにフィットしている、そういう部分だと思います。私は日本の女性には受けるけれども、アメリカやヨーロッパの
人たちにこんなに受けるとは思ってませんでした。アメリカやヨーロッパではもっとスリリングな、非常にアクション性の高いゲームが、好きな人たちなんで、パックマンは合わないと思いました。でもいざ蓋を開けてみると、アメリカでヨーロッパで全世界で大ヒットしましたので、自分自身驚いています。シンプルで綺麗なラインを持ったデザインが25年経っても支持されている原因だと思っています。だよ、あ、決めだよ。